どうも、うるまです。本日の動画はですね、6月の購入品紹介をしていこうと思います。今回の購入紹介の動画なんですけど、ちょっといつもとは形式を変えさせてもらいたいんですが、いつもはね1本で動画まとめてるんですけど、6月の購入品動画を今回2本に分けさせていただきたいなと思ってて、でその理由がですね、まず6月の購入品なんですけど、何点買ったかってとこなんだけど、合計17点買ってましてね、体は一つなのにっていうところで、17点の購入品を1本の動画でまとめようとすると、1個1個の紹介がすごい淡白になっちゃうんですよ。せっかくね愛着持って買い物したものをなんか淡々となんか流れ作業みたいに紹介していくのは嫌で、なんでね、視聴者の皆さんにはお付き合いいただく形にはなってしまうんですけど、で少しでもね詳しくお話ししたいので、今月は2本に分けさせてもらえればと思います。いやね、この動画をね家族が見てるんですよ。で毎月毎月、あんたどんだけ服買うねんと言われるわけなんですね。両親からそんなに服買うんだったら私たちに美味しいものを一つや二つ送りなさいと言われるんで、送ってますよっていうところでね、早速6月の購入品、まず前編になるんですけれども、ご紹介していこうと思います。まあ、合計金額とかに関しては、まあ、後編の最後のところでまとめようと思うので、一個一個言っていかないので、金額ね気になる方はこの動画の後編の最後まで見てもらえたら嬉しいです。はい、それとまず1点目の購入品なんですけれども、こちらです。はい、こちら H Beauty & Youth の半袖チェックシャツになります。これね、見たことある方多いと思うんですけど、スプチャンネルの方でね、ゆうごちゃんが確かユニクロユーかなのスタイリング動画の時に使ってましたよね。で、このね、半袖チェックシャツのちょっと逸話がありまして、これね、定価で買ったんですよ、自分は。確か3万5000円くらいなんですよ、こちらのアイテムが。でね、俺が買って、で、届いて、その日にこのアイテムセールになってて、40% オフかななかなかなオフ率で、まあ、基本的にはね、買った金額で満足して購入してるので、まあ、セールになってても、個人的には気にしないんですよ。もうただ、届いた日に、40% ってなると、おってまあ思ったのね。まあまあ、それを差し引いてもすごいね、配色とか気に入ってるアイテムなので、この夏ね、すごく気に入ってきてるわけですよ。ちなみにこちらのシャツなんですけど、合わせてみるとこんな感じで着ております。はい。まあね、色味とかはグリーンで発色いいんだけど、色のトーンも暗めなんで、割とスタイリングまとめやすいってところと、このグリーンとブルーのこの配色が、なんかどこかクラシカルですごい気に入ってるんですよね。で、あとシルエットに関しても、着丈はそこまで長くなくて、身幅を大胆にね、広く取ってるので、着た時に落ち感が出るのも特徴で、これやや厚手の生地になってるのね。なんか生地感で言うと寝るシャツに近いというか、ライトネルみたいな生地なんですけど、これ素材がねコットンとあとアルパカ 5% 入ってるので、どこかね肌触りも柔らかいという、そういう部分も相まってなんか程よい落ち感っていうのが出てるのかなとは思いますね。まあ H に関しては一応セレクトショップっていう携帯ではあるんですけど、やっぱオリジナルアイテムが本当にかっこよくて、個人的にはセレオリっていう定義ではなくて、もう一つのブランドとして捉えながら購入してますね。なんでね、こちらのアイテム気に入った方は、自分は定価で買いましたけど、今はセールになってるので、もし気になった方はね、お買い求めやすい価格で買ってもらえればと思います。はい、それでは次の購入品なんですけれども、こちらになります。はい、こちらがディセンダントの総柄半袖シャツになります。形としてはオープンカラーになってますかね。これはスプチャンネルでも紹介させてもらったんですけど、まあ、自分ね、やっぱ半袖シャツっていうのはすごいいろいろ持ってて、まあ、今日着てる、まあこれもそうなんだけど、総柄のやつだったり、まあ、さっき紹介したチェック柄だったり、もう無地とかストライプとかいろいろ持ってるんですけど、まあ、そのね、自分の手持ちのバリエーションの中にも全然被らないようなものが見つかったので、見つけた瞬間すごい一目惚れで購入しましたね。で、ディセンダントといえば、ダブルタップスのデザイナーさんの西山さんがもう一つ手掛けてるってことでも有名で、基本ベーシックでカジュアルではあるんですけど、まあ、シルエットに一癖があったりとかね、まあ、一度着ると病みつきになるというのが特徴的なブランドかと思います。例えばね、これからストリートファッション取り入れてみたいっていう方がいらっしゃったら、もちろんシュプリームとかね有名なんだけど、結構癖のあるアイテムも多いので、個人的にはなんかディセンダントとかここら辺から始めるとすごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひね気になった方はブランドチェックしてもらえたらと思います。で、ちなみにこの柄のところなんですけど、なんか柄で言うとね、なんかこんなハケでちょっと塗ったようなまだらな柄になってて、でね、一個一個配色は結構しっかりついてるんだけど、一個一個の色のトーンがね落ち着いてるので、なんか全体まとまってるっていうのが着やすいとこかもしれないですね。で、ところどころに白地も入ってるんで、清涼感も演出してくれてるんで、もうこれからの、ね、夏の抜け感のあるファッションにもってこいなんじゃないかなと思ったので、これからガシガシ着ていこうと思います。ちなみにこちらのアイテムはディセンダントの中でも今季結構人気のアイテムになってるみたいなので、気になった方はお早めに購入した方がいいかと思います。はい、それでは次の購入品になります。次の購入品が古着のシャツなんですけれども、こちらになります。はい、
こちらがポロラルフローレンのマドラスチェックの半袖シャツになります。スプチャンネルの方のねトレンド予想みたいな動画の中で自分が気になってるものにマドラスチェック上げさせてもらったんですけど、やっぱ夏になるとねなんかマドラスチェックが着たくなるというか、この綺麗な色味がねやっぱ映えるシーズンじゃないですか。あとはねこのマドラスチェックシャツを使ってしたいコーディネートがあって、このマドラスチェックのシャツにあとベージュのショーツとかを合わせて、あとはバケットハットとかメトロハットをかぶって、どこかねナインティーズのヒップホップっぽいというかクラシックなファッションがしたかったのでずっと探したんですよね。でサイズ感も配色も自分的にバスッとくるものを買ったので購入させてもらいました。でこのアイテムすごい安くて高円寺の古着屋さんで確か3000円ぐらいで購入しましたね。もうサイズも 2XL でダボッと着れるので、まあ、色味とかはねすごい綺麗なシャツではあるんですけど、着ると結構ストリートライクなルックスになるんで気に入っております。あとは生地的にも薄手のコットン地を使ってるので見た目も清涼感もあるんだけど着心地もまあさらっとしてて夏にもってこいの素材になってるので、これからねラフな格好する時とかに着ていこうと思います。はい、それでは次のアイテムになります。次のアイテムがこちらです。はい、こちらもポロラルフローレンになってまして、長袖のギンガムチェックのシャツになります。まあ、今月の自分の購入費の中だと一番シンプルなアイテムになるんじゃないですかね。なんか気分的にはさらっとワークパンツとかの上にこれをね袖まくりながらラフに羽織りたいなと思ったので購入させてもらって、デザイン的にもねオープンカラー仕様になってるのと、なんかポケットもねこのフラップ仕様になってるので、よりねカジュアル要素というかワークテイストも強いなと思ったので、持ってそうで持ってないデザインだったんですよ。なので購入させてもらいました。で自分は夏でも長袖シャツすごい着るんですよ。まあ着る理由としてはボトムをねショーツ着ることが多いので、ショーツを着た時って上半袖だと子供っぽくなっちゃうので長袖を着てねバランスを取ることが多いんですけど、その中でね通年長袖シャツっていうのは自分も探してて、その中で結構派手な柄がやっぱ自分多いんですよ。なんでね改めてシンプルなものを購入させてもらったって感じですね。でポロのシャツに関してはやっぱ胸の刺繍だったりとか入ってたりするんですけど、これに関してはどこにも入ってなくて、パッと見どこのシャツかもわからないってところもなんかちょっと通だなと思って購入させてもらいました。なんでねこのシャツ着てなんかショーツ履いてなんかラフにサンダルとか履いてなんかね夏のラフなスタイルを楽しもうと思います。はい、それでは次の購入品になります。次のアイテムがこちらです。はい、こちらが古着で購入したオーシャンパシフィックのアロハシャツになります。で自分ねアロハシャツっていうのはもう一着持ってて、ね、こちらのね大陸のアロハシャツ着てるんですけど、すごく気に入ってんだけど、やっぱアロハシャツを一着着るとなんか他のパターンも着てみたいなみたいな気持ちがねやっぱ欲しくなるんですよ。他のバリエーションがって中でなんかいいのないかなと思った時にこのオーシャンパシフィックのね柄がすごい可愛かったので購入させてもらって、ハイビスカスとパイナップルかな、もうザ夏の柄みたいなところもすごく気に入ってて、でこちらのアイテムに関してはサイズ感とかも特別大きくないんですよ。サイズ M 購入してるんですけど、まあ細すぎない程度のサイズ感で大人っぽくね着たいなと思ったので購入させてもらいました。まあもちろんね柄とかは大きいんだけど、ボディの色味とかもねブルーのね抑えめの配色になってたりとか、夏の印象も足せつつ着やすいんじゃないかなと思ったのですごいね気に入ってます。でこちらのアイテムの購入した場所なんですけど、以前ね自分西海岸さんの方に買い物行ったじゃないですか。そこで実はね個人用の買い物もしてまして、でそれがこれなんですよ。いやこちらやっぱ西海岸価格になってまして、こちらお値段が880円で購入してるんですね。でこのオーシャンパシフィックのアロハシャツって多分他の古着屋さんで買うともうちょっと値段すると思ってて、多分 4,5 千円はやっぱ超えてくるかな。お店によっては6,000円7,000円とかつけてるとこもあるんですけど、まあ西海岸さんではやっぱ880円で購入できるってところはほんと魅力的ですよね。なんでね本来のアロハシャツの着方みたいにもうショーツ合わせてラフっぽくリゾートっぽく合わせてもいいんですけど、自分はなんかあえてね黒のスラックスとかそういうのにタックインしながら着用するのもいいなと思ったので、ちょっと悪っぽいというかそういう風に着用できたらなと思っております。はい、それでは次の購入品になります。次のアイテムがこちらです。はい、こちらがビクティムのダメージ加工半袖 T シャツになります。ビクティムはね自分のお店のオープニングアクトでももう 2020AW から取り扱いさせてもらってるんですけど、 SS に関しては自分展示会に行って個人的に購入させてもらっております。でアイテムのダメージ加工という部分なんですけど、裾のところかなこんな感じでダメージ加工が施されてて、あとはこの袖の部分かなこんな感じでダメージ加工がされてるんですよね。なんでシンプルな T シャツには見えるんですけど、程よくグランジ感も演出できて、もちろんインナーで着た時もシャツの裾口からこんな風にこのダメージ加工の部分がレイアウトできるので、すごいね1枚持ってると着こなしの幅が広がるというかアクセントにもなるので、すごくおすすめなアイテムとなっております。でこのアイテムに関してはビクティブの中でも定番商品というか毎シーズンリリースされてる印象があって、なんでねもし気になって購入した方は他の色違いとかもね毎シーズン出てたりするので、ぜひねチェックしてもらいたいアイテムになっております。やっぱりビクティブのいいところってやっぱ基本ベーシックではあるんですけど、何かね一癖とかアクセントを足してくれるっていうのは本当魅力的な
なブランドだと思います。はい、それでは次の購入品なんですけれども、次も同じブランドになってまして、そのアイテムがこちらです。はい、こちらがビクティムの半袖のワッフル T シャツになります。こちらも基本シンプルではあるんですけど、結構アクセントの効いたアイテムになってて、まずねこちらのアイテムの特徴なんですけど、まずはこの大胆に取られたこの身幅のリラックス感ですよね。でこの使用してるワッフル素材も落ち感があるサラッとした生地感を使ってるので、なんかルックスとしてはカジュアルというよりかは程よくモード感もどことなくあるようなアイテムになってますね。でこれ自分気に入ってもう何回も着てるんですけど、生地感も柔らかいからすっごい着心地がいいですマジで。まあ、あとはデザイン的な要素で言うとこんな感じでステッチが配色になってるので、こういう細かいデザイン性っていうのもちょっと嬉しいですよね。であとは着るときにシルエットも変えられてて、この裾にこのドローコードがついてるんですね。なんでこれを絞って着るとなんかタックインして着てるような雰囲気にできるので、まだねタックインっぽいファッションとか気になってるけどなかなかできないとかどうやっていいか分かんないって方は、こちらのねビクティブの T シャツなら裾絞って着るだけで近い雰囲気がね簡単に取り入れられるので、ぜひぜひね試してもらえるアイテムになっております。いやまだね 2020SS のタイミングだとビクティム扱えてなかったからさ、いやこれうちのお店で売りたかったなと思ってなんでねこのアイテム気になった方はビクティムの取り扱い店舗を探せばまだ扱ってるものだと思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、それでは次のアイテムになります。次のアイテムがこちらです。はい、こちらがウィリー・チャバリアの半袖ビッグシャツになります。でこちらのアイテムなんですけど、今日この動画で紹介する中で一番問い合わせをもらったアイテムなんじゃないかなと思います。ちなみにこちら着用した雰囲気がもうインスタに上げてるんですけど、こんな感じになります。はい、もともとねウィリー・チャバリアってブランドの根幹に、地下のファッションというかギャングファッションっていうのがルーツにあるので、どこか悪く着れるんですけど、デザイナーさん自体はねものすごく繊細なものづくりをされるので、雰囲気は悪いんだけどどこか繊細な雰囲気も入ってるっていうのが個人的にはすごい好きでして、もうね個人的にもウィリー・チャバリアのアイテムなんても持ってるんですよね。まあ、他にねウィリー・チャバリア好きな人と話してもやっぱ一回着てハマったらなかなか抜け出せないというか癖になっちゃうんだよねってところは本当に分かって、もうこちらのアイテムも袖とかすごいんですよ。こんな感じになってて、もうアームホールがめちゃめちゃ太いんですよ。で着丈は短くて身幅がもうバカ広いみたいな、もう形自体はねすごく癖のあるものなんですけど、素材にはね光沢のある薄手のコットン素材使ってるので、どこかドレスシャツっぽい雰囲気で着れるのもギミックが効いててかっこいいなって思うんですよね。まあ、こんだけね大胆に身幅を取ってるアイテムなので、肩を抜いて着た時にすごい綺麗なシルエットで着れるんですよ。まあ、そういうところもねやっぱ唯一無二な雰囲気がありますね。まあ、自分ねこのウィリー・チャバリアに関してはこの半袖のシャツと、あともうすでに長袖のシャツとか持ってるんですけど、ほんとウィリー・チャバリアのシャツが好きで、このね2020の秋冬に向けても何かしら新作出ると思うので、今からすごく楽しみにしております。はい、それでは次の購入品になります。次も同じブランドになるんですけれども、こちらになります。はい、こちらもウィリー・チャバリアの半袖のクルービックスウェットになります。いやね好きなんですよねでさっき紹介した時に半袖のスウェットって言ったんですけど、ウィリー・チャバリアのスウェットって厚手なものっていうよりかは結構薄手のものが多くて、これもねなんか見た感じ結構 T シャツに近いぐらいの肉感なんですよね。なんでお店によっては普通の T シャツとして売ってるとこもあるんですけど、まあ納得ですね。で自分はねこのウィリー・チャバリアのスウェットの肉感が本当に好きで、これ以外にもね長袖で持ってるんですよ。アイテムとしてはこれなんですけど、これもスウェットなんだけどかなり薄手にはなってて、ほぼ T シャツに近いような雰囲気なんですよね。で着た時に出る落ち感とかが本当に好きで、あの雰囲気をね半袖でも着れないかなと思って探してたら、今年ねウィリー・チャバリアから出てたのでこちら購入させてもらいました。もう色味はねトレンドのペールトーンカラーになってて、色味で言うとサックスブルーかな、まあ、清涼感のあるね色味になってますね。個人的には自分の髪の毛の色とこのサックスブルーっていうのが結構相性が良くて、いろいろね買い物してたりすると気がつくとね手に取っちゃってるところがあるので、多分好きなんでしょうねこの色でこちらのアイテムに関しても、着丈自体はショート丈になってて、身幅がねものすごく広くなってるんですよ。ほんと着丈で言えば70センチぐらいなんですけど、身幅が多分普通の T シャツボディで言うと 3XL、4XL ぐらいはある身幅になってて、そのバランス感もねなかなか他のブランドでは買えないバランス感になってるので、ぜひねお近くの店頭にあったら一回試着してほしいアイテムですね。まあ、こちらのアイテムはパッと見シンプルではあるんですけど、形がねかなり独特なアイテムになってるので、ほんとねレイヤードで使うっていうよりかはこのアイテム1枚主役で使ってボトムもシンプルなもので、まあ、揃えたらもうスタイリングが仕上がるんじゃないかなと思ってるので、まあ、ついついね着用回数が増えてしまうようなアイテムになるんじゃないかなと思って
ております。で今回このウィリーチャバレーの2点の商品を購入したお店なんですけど、ちょっと尖ってるお店だったからちょっと紹介しようと思って、このお店で、ね、購入した時にこのステッカーももらったんですけど、このお店の名前がコミュニティセンター東京ブランチさんというお店で、東京の渋谷にあるお店でネットショップもあるんですけど、これ今までウィリーチャブリアってセレクトショップのウィズムさんで購入することが多かったんですね。なんですけどラインナップを、そのウィリーチャブリアの中でも絞ってセレクトされてて、ウィズムさんに関してはだから欲しいアイテムとかもなかなかなかったんですよ。なんだけどこのコミュニティセンター東京ブランチさんに関してはこのウィリーチャブリアのアイテムをほぼフルラインナップで取り揃えてて、もう自分もここまでね置いてるとこ見たことがなくて、やっぱお店の店長さんにお話を聞いてもウィリーチャブリアが大好きらしくて、一応業態的にはセレクトショップという形にはなるんですけど、もうほぼほぼウィリーチャバリアの直営店って言ってもいいぐらいのラインアップになってて、もうかなり尖ったお店なんですよね。まあ自分もねセレクトショップをやってるんで、もうほぼほぼお店のラインナップを一つのブランドで埋めるってもうかなり気合の入った方だと思うんで、もちろんねお店はすごくおしゃれなんですけど、その姿勢にすごく感じるものがあったのでちょっとご紹介させてもらいました。なんでね、ウィリーチャバリアが好きな人はぜひぜひね、欲しいものは絶対にここで買えると思うので、概要欄にインスタのアカウントとか貼っとくので、もしよければそちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではですね、6月の購入品の前半が以上となります。まだまだね、これで半分ぐらいなんですよ。残ったやつはね、後半でまたゆっくりご紹介していこうと思うので、そちらも楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、それではですね、最後に一つ告知をさせてもらいたいんですけれども、この動画の出た週末の日曜日の7月の12日の夜の21時から自分の運営するオープニングアクトでまた新作の T シャツがリリースされまして、そちらのアイテムがこちらになるんですけども、はい、このバンダナフラッグ半袖 T シャツになるんですけど、もうグラフィックに関してはねオリジナルで作らせていただいて、もうバックプリントにねバカでかくプリントしてるんですよ。もうこれ1枚で合わせるだけでねスタイリングがかなり仕上がると思うので、個人的にすごく仕上がりに満足してるアイテムになっております。でお色味に関してはホワイトとブラックがあるので、もしね気になった方は今週日曜日の夜21時から販売になるので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画がですね少しでも参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムのアカウントも貼らせていただいているので、日々ファッションのこととかあとスタイリングとか投稿させていただいているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。